はようございます。釣り子 TV です。こんな小包みが届きましたよ。これね、こっち見ていくと、田中さん、ハートマークって書いてあるんだけど、何でしょうかっていうことでね、ちょっと開けていきたいと思います。これはですね、ルアーって書いてあるんで、何かね、ルアーが送られてきたんだなというところは分かってるんですが、ちょっと中身のところはね、開けてみてのお楽しみね。音とかあんのないですね。じゃあね、田中さん開けていますよ。はい、手紙が入っていて、梱包されていて、おーおー、じゃじゃーん、これはルアーが2個入ってる。すげえ。D4 ね、これはですね、サニーブロスというですね、メーカーのコンパクト跳ね物、まあ跳ね物ルアーって結構大きいのが多い中ね、ちょっとそれよりコンパクトに仕上げられてるっていうね、D4 これね、あの去年なんかもね、釣れたりしてね、お気に入りなんですけども、新しい色が出ましたよっていうことで送りますなんてね言ってくれてたんですけど、それがね、届いたってことみたいですね。早速どんな感じか開けていきたいと思います。はい、こういうパッケージ、シンプルに D4 って書いてありますけども、でね、カラーがハリーチャートね、ハリーチャートですね。大きさが10センチの、重さ26グラム、ほんとね、投げやすいんですよね。いろんな道具で使えるからね、重宝してるんですけども、じゃあこのハリーチャート開けていきたいと思いますね。まずはハリーチャートですね。わー、綺麗に塗られてますね。これは視認性良さそうですね。遠目に置いておいてもね、こんな感じなんですけど、 D4 ってね、こういう感じ。これがね、すごいね、優しく引いてあげるとね、静かにね、ちょっとね、立ち気味姿勢で浮くルアーなんですけども、水の抵抗を受けると優しくね、水面をこうシャッ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 って切ってくれるっていうね、そんな感じのルアーでね。で、これが新しいカラーっていうところと、あ、これね、このサイドのこのパーツがね、ちょっと変わってるな。ちょっと後でね、以前のモデル持ってきていますね。なんか変更点もあるみたいですね。こういう感じで重りが配置されていて。だから、まあ、パッと見はそうですね、例えばレイドジャパンのダッジに似てるな、なんていう感じに見えるんですけども、案外投げてみるとね、ダッジはどちらかっていうとこう水平気味に浮いてこう泳いでくるんですけど、これはね、ちょっとこう立ち気味 でテンションかけると、優しくね、パッ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 ってね、そんな感じで引っ張れるルアーになっております。で、これがまずね、カラーがね、ニューカラーなのかな、ハリーチャートっていうか、そして、もう一つね、開けていきたいと思います。これはピンクっぽいね、こんなカラーですが、カラー名はモーリスキャンディーっていうカラーですね。モーリスキャンディー、これもね、ちょっと開けていきたいと思います。モーリスキャンディー、はい、これまた綺麗な色ですね。モーリスキャンディー、あー、クリア系の D4 って持ってたかな、こういう感じの色ね、持ってないんで、これは綺麗って感じで、中の内部構造もよく見えますね。はい、で、やはりちょっとこの横のパーツが変わっているのかなっていうところで、 D4 モーリスキャンディーね。で、
で、この D4 ね、このパッケージの中にね、スペアのね、テールがついているので、こういうものが入ってます。スペアの羽、ね、スペアウィングがついてくれているので、これね、よくぶつけちゃったりしてね、曲がったりしがち。まあそんな時もね、ここね、最初から替えの羽がつけてくれているので、おやおやっていう感じになったらね、これ交換できたりするっていうね、こういう親切な仕様になってます。で、ちょっとね、以前のモデルね、どっかにあるはずなんで、ちょっと引っ張り出してきてみますね。はい、これね、真っ黒な D4。これはね、結構ね、昔のモデルなんですけども、最初の頃のかな。この頃から比べるとね、だいぶカラーリングとか、これはもう本当、ちょっとプロトみたいな感じの D4 なんですけども、もうまずね、羽の材質がね、全然変わってるんですよね。この頃のね、羽はね、この頃の羽で結構大好きなんで、もしこの初期型の D4 を持ってるんだったらね、なんか柔らかい。調整しやすい、ね逆に言うと曲がりやすいから、なんだろう、羽の調整とか面倒だわなんていう人はもうね、現行の今の D4 の方がね、こちらの羽の方が、曲がりづらくて、ちょっと少しだけ厚みを持たしてね、丈夫になっているのでいいんですけども、この昔のモデル持ってたらね、このね、昔の羽ってね、結構ね、調整がしやすくてね、これはこれでね、すごいね、楽しい、自分好みのね、アクションにしやすかったんで、使いやすかったんですけど、見てもらいたいのは、この横のこのネジパーツですね。これが最新式のものだと、こういう感じで変わってますね。ちょっと、なんだろう、長くなっているから、これで最初の初期の動きの姿勢がより良くなるのかな。こんな感じでなんか支えてくれてますね。ね、比較的最新のモデル、去年のやつかな、持ってるんですけども、去年のやつはね、こんな感じ。この横のパーツがね、そこまではまだ長くなくて、まあまあ、見た目にはね、そんなわかんないのかもしれない。ああ、でも、並べてみるとわかりますかね。この横のネジパーツが長くなったことによって、この羽の開き姿勢がね、若干、変わっています。これによって動き出しがどうだろう、良くなったのかな、どうなんだろうっていうね、感じです。ここら辺はね、実況動画の方でね、使い比べていこうと思うんですけども、いよいよね、確かね、4月の25日ぐらいから店頭に並びますよなんていう風にね、 SNS に書いてあったんで、こういった視認性のいいね、2021年の新色が、店頭に並んでいる頃かと思いますので、気になった人はね、ほんと微妙なアップデートが、なされてるんですね。ここの横のパーツがね、ちょっと変わったよっていうところと、羽の材質はまあ初期モデルに比べたらちょっと厚手でね、曲がりにくい、まあ丈夫なね、羽に変わってますよっていう感じで、こういう感じで。新生 D4、釣り具屋さんに並んでると思いますので、ちょっと使ってみようかななんていう人はね、魅力的なカラー新色ね、いっぱい出てるはずなんで、チェックしてみてください。これはね、せっかく送ってもらったんで、いよいよね、こういうのが効くシーズンに突入してるんで、釣り子 TV の方でもね、実況動画の方でね、どんな感じかいなっていう感じで、タイミングがあったら投げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、サニーブロスのですね、コンパクト羽物ですね、 D4、 これの、2021年、新色が、いよいよ店頭に並び出しているって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。